ランディ・ブレッカーは、アメリカ合衆国のトランペット・フリューゲル・ホール運奏者。ランディ・ブレッカーは、ジャズ、ロック及び R&B のジャンルにおける著名な奏者で、あり、以下のような数多くのアーティストと共に演奏を、行っている、スタンリー・タレンタイン、ビリー・コブ・ハム、ブルース・スプリングスティーン、サンディップ・バーマン、チャールズ・ミンガス、ブラッド・スウェット・ティアーズ、ホレス・シルバー、フランク・ザッパ、 パーラメント、クリス・パーカー、ジャコ・パストリアス、ダイヤー・ストレーツほか、ランディ・ブレッカーは、インディアナ大学において、ビル・アダムにトランペットを習った。ランディは、ブラッド・スウェット・アンド・ティアーズのファーストアルバム、子供は、人類の父であるで演奏を行っているが、後に、バンド創設者のアル・クーパーとトランペット奏者の、ジェリー・ワイズが脱退した際に共にバンドを脱退した。 ルー・ソロフが彼に代わって以降のアルバムに参加している。彼は1973年に結成されたラリー・コリエルのフュージョンバンドザ・イレイブンス・ハウスの創設メンバーでもあった。ランディ・ブレッカーはジャズ・サクソフォーン奏者マイケル・ブレッカーの兄である。彼らは共同でバンドブレッカー・ブラザーズを結成した。このバンドは著名なファンク・フュージョンバンドで、 1970年代から1990年代にかけて数作のアルバムをレコーディングした。1982年にブレッカーブラザーズが解散した後、ランディはジャコパストリアスのワード・オブ・マウス・ビッグ・バンドに参加し、録音及びツアー活動を行った。その後まもなく彼は、ブラジルのジャズ・ピアニストイリアアヌ・イリアスと出会い、後に結婚している。 イリアーヌとランディは独自のバンドを結成し、数回の世界ツアーを行ったほか、共同制作のアルバム、アマンダをパスポートレコードからリリースした。なお、二人の娘であるアマンダ・ブレッカーは後に、ボーカリストとしてデビューしている。ランディ・ブレッカーは、GRP オールスタービッグバンドのメンバーでもある。2001年夏、ランディは、マイケルと共にブレッカー・ブラザーズを、 アコースティックバージョンとして再結成してヨーロッパツアーを行い、また自らのアルバムハンギンインザシティの収録曲のプロモーションも行った。e c レコードから2003年4月にリリースされた 34TH&X e にはランディ自身の作曲、編曲による11の楽曲が収録され、収録メンバーは通常ランディと共に演奏しているバンドメンバーに加えて、 デイビッド・サンボーン、マイケル・ブレッカー、フレッド・ウェズリー、ロニー・キューバーラによるドリーム・ホーン・セクション及び、ランディの現在の夫人であるイタリアのテナー・サクソ・ホーン・ソーシャーだ、ロバッティが参加している。ありがとうございます。